内側をまだ調べてないですよね。なんかお宝があったりしないものか。行き止まりではないはずなんですけど絡まれちゃうね。今度はクリオネのようなエイのような変わったモンスターが出てきた。フェザーサークル、水の生き物っぽいから電撃が効きそうな気がする。まあ気がするだけですけども。サンダラ一発で倒せますね。体力はそんなにない。ジタンが一撃入れた上で食べたりできるかな。どうよ。もっと弱らせないと食べられないある。あ、そう。もうちょっとじゃあ叩いてもらいましょうか。迷惑テールで迷惑状態にしてくる敵なんですかね。迷惑なやつ。やっつけちゃいましたね。サンダーじゃなくて、まあ杖とかで叩いた方が調整できたかもしれないけど、まあいいや。あれはなんだおじたんが覚えた。武器で覚えるやつだったんで、ちょっと新しい武器に持ち替えてあげたらいいかな。バタフライソードからオーガニクスで闘魂放棄覚えられますね。ラニから盗んだグラディウスでリーチセブンとかも覚えられますし。まあとりあえず弱いものから覚えていきましょう。オーガニクス暗闇の追加効果あるんで。サバイバルベスト、なかなか良さげな装備品が。まだ持ってない防具でしたっけね。サバイバルベスト、止まらずの術とブンドル覚えられますね。ブンドルはジタンにとっては結構便利なんで覚えさせてあげたいですけどね。まあこれもちょっとアビリティの習得を優先しようかな。いいもん拾いましたね。じゃあまあ帰りましょうか。だいたいこの辺りはもう探索し尽くしたと思いますんで、じゃあもうあとは出口につながってるっていうスイッチを操作して外に出るだけですね。ほい。このスイッチを切り替えて出口へ出ると戻ってくることはできない。まあいいや、穴掘りとかも楽しみましたしね。よいしょ。ちょっと下まで運んでもらおうか。は、運動神経いいっすね。あんなに勢いよく水から飛び出せるなんて。出口へはここから運んでもらったらいいんかな。ガルガントさん、よろしくね。水が苦手っていう割には結構周り水だらけですけど、ちゃんと来るべきところには来てくれるんですね。結構いい虫なのかもしれん。見た目はねあれですけど。出口が見えてきた。ここが外側の大陸につながっているのか、霧が晴れてるのか。外側の大陸、本当につながっていたんですね。初めて来る新大陸なんですけど、どこへ行けばいいのかわからない。外側の大陸のどこかにクジャの根城があるっていうね、まあそういう噂があるだけなんですけれども、とりあえずまずはセーブしようか。ここにモグオが来てくれた。霧の大陸の外でも普通に来てくれる。本当に頼もしいやつやな。よし、セーブできたかな。ありがとうね。またよろしくね。っていうわけで、まずはちょっと奥にかかっている橋の上に立っている遺跡みたいなところまで行ってみましょうか。まずここをぐるっとくぐってから回り込んでいけばいいんだかな。敵にも絡まれましたけど、ここにいるのはゴブリン。ゴブリンメイジですかね。魔法を使うゴブリンメイジ。リビーがちょっと MP なくなりかけてるんで、エーテル投げてやりましょうか。斧。杖じゃなくて斧だったんですね。MP 補給されたらビビはサンダラをぶっ放しましょうかね。まとめても倒してしまいましょうか。よいしょ。なかなか打たれ強いですね。バニッシュ。魔法で透明になるんですかね。FF6 と同じで透明になってしまえばね、物理は入らなくなりますけど、魔法だったら普通に当たってくれるはずなので、とりあえず時短とかは透明になってない方を狙ってみましょうか。片方はやれたかな。もう片方も消えちゃう前に倒したいですけどね。ゴブリンパンチ、そういう技も使ってくる。756 なかなかにすごいダメージを出してきよったね。ラムーさんにやってもらいましょうか。雑魚敵1匹相手にラムーさんわざわざ呼ぶのはちょっと気が引けますけども、時短をやった。その恨みを晴らさせてもらおう。うん、なかなか。しかしこれだと時短に経験値入らないな。これちょっともったいないか。ちょっと回復してあげないといけませんかね。レベル低いのがまだちょっと引きずってる感はありますけどね。ペニオで生き返らせて、姫様も MP なくなってきてるし、テント使って回復するのがいいかな。ごめんね、モグをたびたび呼んじゃって。テント使います。外側の大陸での初キャンプですね。特に何か変わったことがあるわけでもないですけど、どこでもこう休めるっていうのは安心しますよね。谷間を抜けて崖の上に行ける坂道がね、ありますので、まずそこを目指したいんですけど、でかいのが来ましたね。狩猟祭で放たれていたザグナルさんじゃないですか。大電、うかつに手を出すとちょっと危なそうですけど、帯電してるっていうことはまあサンダー系は効きづらいので焼き豚にしてやろう。ダダーはちょっと待機させて回復に回ろうかなと思ったらあっさりやれてしまった。でかいとはいえ1対4ならね、楽に倒せるもんです。アビリティ結構まとめて覚えてくれましたね。時短以外が何かしら覚えた感じか。ちょっと装備品見てみましょうか。ビビはバンダナはそのままでいい。腕輪も他に装備するもんがないし、ダガーはシルクのローブでアビリティアップを覚えさせてあげるのがいいかな。アビリティの習得を早めたいので。で、あとクイナがオートポーション覚えただけかな。クイナじゃ装備変えなくていいや。やれやれ。でもってここ目の前に見えるのはク族の沼ですよね。霧の大陸にもあったやつと同じやつですけど、外側の大陸にもあった。クエルショはまあク族の沼が他にもいろいろあるとはね、言ってましたし、こいつを倒してから覗きに行ってみましょうか。これどうよ。やったね。でかい敵か。この辺になるとやっぱ増えてくるんですかね。レベルまあまあちょいちょい上がってはいますけど、ペリドット増えてくな。1個あれば十分な気もしますけどね。沼地、ちょっと入ってみましょうか。ハテナとはなってますけど、ク族の沼ですよね。入り口のこの橋のかかり方とかまで全く同じじゃないか。そしてこんなところにもモグ太郎先生いらっしゃった。行き先を教えてほしい。初めて外側の大陸に来て行き先は分かんないだって。怪しいところはまあ目にねつきましたけど、ここに来るまでに他人かかった橋のような建物を見かけたろう。ありましたね。まずあそこに行ってみたらどうだ。まあ行ってみましょうか。ありがとうね。あんちゃんは本当に物知りだくぽ。物知りすぎて怖いよ。おかげで助かってはいますけどね。こっち側は行き止まりか。カエルを捕まえられる沼があればいいんですけどね。どうやって行くんだったか。ここに出てくるのはサハギン、バカタク。姫様がちょっと危ないかな、体力的にも。ウォータ、こういうなんというか水の生き物は雷に弱いはずなんで、サンダラとかラムーで蹴散らしやすいはず。クイナはちょっと体力あるうちにホワイトウィンドでみんなを回復してもらいましょうか。味方全体ね、回復できますので。さあ、ラムーさん、もう一回お願いします。たびたびなんか呼び出されて大変かもしれないけどね。よいしょ。水タイプの電撃は効果抜群と。1000ダメージ超えましたね。これはなかなかいいんじゃないか。リリのサンダラでも結構削れそうですよね。仕留めた。ナイス。回復する前に終わっちゃいましたけどね。みんな強くなってきてるね。リリーがポイズンとアビリティアップを覚えたか。これでアビリティの習得もちょっとは進めやすくなったんじゃないかな。姫様ちょっと MP なくなっちゃったな。エーテルまだいっぱいあるとはいえ、うん、ガス欠が早い。どうしよう。装備品変えるとしたら、いや変える必要はないのかな。このまま行こうか。カエルはどこにと思ったら、ここから奥に行けるか。まっすぐ行きゃいいのかな。いた。カエルがワンサか。ちょっとだけカエル取っていいやるか。外側の大陸に来てもやっぱりな、珍しい味のカエルかもしれんから待っててあげよう。ありがとう、あるよ。まあとりあえずまたちょっとある程度残しつつ、カエルを取れるだけ取っておきましょうかね。よいしょ。ほい、もう一丁。これでどうよ。ん、食えるっしょ。頑張ってるあるな。外側の大陸まではるばるやってきてくれた。少しは食堂道に近づいてあるね。これをあげるあるよ。リリクさんくれた。ありがてえ。もっともっと修行するあるね。うん、もっとカエルを捕まえて、ご褒美もらいたいんですけど、いいかな、これぐらいで。あまり取りすぎるとカエル増えにくくなっちゃうんで。もういいのか。ここのカエルは捕まえるのが難しいあるよ。ちょっとなんか、うん、地形がね、カエルに近づきづらかったりもするから。まあいいや。今日はこれぐらいで勘弁しといてやろう。というわけで、じゃあカエルも取ったことやし、改めてちょっと橋みたいな建物に行ってみましょうかね。沼を出て、ここから崖の上に登れますかね。こう、なんというか、長い距離をワールドマップ上歩くの久しぶりな気がしますけどね。またグリフォンか。4人に勝てるわけないだろう。ん、もう終わった。クリティカルでも1000ダメージ以上出せるようになったか。もっと時短は強くなってもらいたいですね。まあ、この中じゃ一番物理アタッカーとして強いでしょうから。さてさて、まだ歩くぞ。もうちょっとでたどり着けそうな感じではありますけどね。一体ここは何なのかって言おうとしたらしょっちゅう絡まれるな。次の敵はザグナル。また焼き豚に変えてやりましょうか。ん、楽勝。あんまりなんというか目立った攻撃してこないな。帯電するだけしてやられちゃうみたいな。ちょっとかわいそうに思えてきた。時短が混乱回避覚えてくれましたね。アクセサリーで習得してたんだったかな。装備品は靴ですね。他に時短が覚えておきたいのは警戒か、あとは何があるかな。金の超過でオートポーション覚えられるけど、まあ、警戒でバックアタック回避できるようにはしておきたいですかね。時短バンダナ以外では覚えられませんよね。うん。リリーもちょっとサバイバルベストに着替えて、止まらずの術を覚えてもらおうかな。妖精のピアスでのレベルアップとかも覚えてあるから、ペリドットでサンダラ覚えられるけど気力がちょっと下がっちゃうのもったいないか。妖精のピアス他の人にもちょっと持たせたいから、どうしようかな、ガラスのバックルでも持たしといてあげよう。装備はこれでいいや。でだ、ここは何なのか。不思議な場所ですけどね。山ぶ草とコンデアパタ。コンデアパタ。こんなところまで来たけど全然霧が出てないんだね。それに、なんだか変わった形の村なのかこれ。神殿か何かのようにも見えるけど。建物も美味しそうな形なのかこれは。空族的には。美味しいもんだらけあるよ。カエルっぽい形にでも見えるんですかね。あいつの頭の中には食い物のことしかないのかね。ジタンは女の子のことしか頭ないけどね。うん、その通り。だが君のことで、うん、見つめ合う。そして行ってしまう。本日も進展なしと。やれやれだぜ。なりほう、うん、眠らされちゃうわけではなく。なんだこいつらは。なりほう。なりほうなりほう。とりあえず言い返すと認めてくれた。なんだよ。なりほうは聖なる挨拶だと。なりほうも家でもはこのドワーフの里、コンデアパタには入れねえど。ちょっと待ってくれよ。なりほう。うん、同調圧力。なりほう。とてど。意外と、うん、オープンだね。ファイナルファンタジーシリーズのドワーフって大体まあ、ラリホーって挨拶してましたもんね。ドワーフね、4とか5のドワーフとはまただいぶ見た目も違いますけど、変わった人たちだな。お、こんなとこにも。あんた挟み撃ち。またその辺ほつき歩くつもりだろうな。特に仕事もせんぞ。別にええでねえどうか。おめえはいつもガミガミうるさいと。あんたと気まずいよ。誰のおかげで飯食えてると思ってると。そうそう、何怒るでねえど。怒ってほしくねえかったらとっと家の中に入って働くと。わかったどう。まったく。んあんれまこりゃめんこいのが、今日お使いにでも来たどうか。ちっちゃい子供相手に。まあ、ゆっくりしていっておくれだど。この村の人って僕を見ても驚かないんだな。まあ、大陸が違いますからね。なりほういうときは歯切れよく片手を上げて、なりほうなど。なりほう、皆さんご一緒にね。よくこんなところまで来たぞのな。この大陸ちょっと人探しをさ、クジャのね、根城があるっていう話を聞いてきたんですけど、この里では客人なんとまんず珍しいもんだぞ。そもそも人があんまり来ないんですかね。AT まだ見れる。クイナとウリコ。なりほう。なりほう。あるよ。馴染んでるよ。この村美味しいものがたくさんありそうあるね。もちろんだと、コンデアパタにはたくさんの山の幸が集まってくると。そのせいかわからんだども、食べ物を盗みに来る者がいて困ってると。そら不届き者あるね。食べ物を盗むなんて許せないあるよ。その通りだと。うまそうなものがいろいろ置いてるあるね。その爆弾かぼちゃおまけして千ギルで売ってやると。千ギル、なかなかの。どうして物を食べるのにギルが必要あるか。当たり前だよな。当たり前など、勝手に食べたら盗むと同じだど。さてお前、盗人だどな。違うよ。私、ただの食の道を。盗人はごちゃごちゃ抜かせれねえど。濡れ衣あるよ。払うもんは払おうぜ。まったく。珍しいお客さんだど。怪しい音を見たことないか。クジャって名前のやつなんだけど。お前、怪しいど。なんつうのかな、こう、やらそうな格好してて、やらそうだと。女の子のことばっかり考えてるからね。ワンコもいる。かわいい。もふりたい。とりあえずいろいろ話は聞けそうなんですけど、どこで話を聞いたものか。2700ギル。爆弾かぼちゃが2個買えるぞ。クイナに渡してあげればいいのかな。エディ、ここでも。クイナと、なんたらかんたら。一体どうするどか。みんなで料理の相談でもしてるあるか。最近食い物泥棒が出て困っとるとクイナもさっき疑われたしな。私違わるよ。誰もそんなこと言ってねえど。それともなんか後ろめたいことでもあるのか。何もないやるよ。うん、ないのかあるのか。どうもこの村はやりにくいやる。もっとちゃんと見張ってれば泥棒もつかめられるのか。私いつもここに立って見張ってるだろ。何かいる。そろそろうちのデーモンも嫁をもらうまで学んねえと。村人会議が。お日様と神様のお恵みで私のんびり暮らせてるだろう。ドワーフっていうとなんか洞窟とかね、地中深くとかに住んでる民族のイメージがね、ファイナルファンタジーでは特に強いですけど、普通なんていうかね、日の当たる山の中で暮らしてるっていうのも珍しく思いますよね。南の大陸では泉にコインを投げたら幸せになれるって言い伝えがあるらしいと、ステラツヨをもらったよ。13枚投げ入れたら、そんなバカな話あるわけねえど。ましてやこんな田舎の泉にギル投げて幸せになろうなんてまあ抜け何度いねえど。やろうとしてたんですけどね。やれやれ。聞いた話によると南大陸では飲むだけで体力が湧き上がる泉があるらしいと。回復の泉。水はそれだけでありがてえもんだけども、それだけで体力気力回復しようなんて考えそのものが甘いんでねえかと思うだ。うん、いいじゃねえか。水飲んで元気になるのはどこだって一緒だろう。悪いことじゃないとは思うよ。一休み100ギルだと。まあいいや。まあ、疲れたら休ませてもらいましょうかね。ベッドのそばに1800ギル。宿代を、18泊はできるぞ、これで。いいのかよ、そんなところに置いといて。こんな天気のええ日に仕事なんでやってらんねえと。うん。またワンコが。まあのんきに暮らしていらっしゃるんですかね。だがあと伝右衛門また嫁さんの話をしている。お前どこの伝右衛門じゃ誰も嫁には来てはくんねえども。なんならほれそこの客人なんてどうだと。おいおい本人の意思を。なかなかの器量よしかもしんねえどもな。こんなにひょろっちい嫁じゃ聖地に旅立つこともできねえど。などなど。誰もお嫁に来るなんて言ってません。そうだそうだ。聖地に旅立つとかね、言ってましたけども。ほら、いつの日かおみつちゃんとこのおみこし船の上で結ばれたいど。聖地に旅立って二人の名を刻んでくるだと。ドワーフにとっての憧れの儀式なんですかね。お日様の祝福は必要だと。私未熟だどから多分祝福してもらえねえど。時短たちもな、ちょっとレベル的にまだ未熟なところがあるから、心配ではある。リービアはどうしたの？あ、時短、この人たちが、この前もらった鶏の丸焼きはうまかったぞ。鶏の丸焼き。どうやったらあんなにうまく焼けるのか、得意の魔法で焼くのか。それともこの前交換でもらった木の実もなかなかうまかったぞ。なんで今日はおめえみたいなめんこいものがやってきたのか。知り合いか、お前。ビビのことと知ってるというか交流があってるような。そんなことないよ。こんなとこ来たことなんてないし。そりゃそうだよな。初めて来る大陸ですし。もうちょっといろんな人に話聞いてみるよ。何か出陣の手がかりを得られるのかもしれん。兄弟とはてなはてな。姉ちゃん、おら腹減っただど。お前から袋のささめにさっき食ったばっかりだぞ。そんなんじゃオラのほとばしる食欲を満たすことはできねえど。クイナと気が合いそうなやつだな。珍しくてドカーンとパンチのあるもんを。なりほ。あ、黒いおっちゃんじゃねえどか。松崎しげるさんかな。今日また珍しいもん売りに来たどか。黒いおっちゃんとは。いろいろ気になりますけども。これこそがコンデヤパタのシンボル、おみこし船だと。船なんて見たことあんのか。船ってなんだろう。おみこし船はおみこし船だぞ。まあそういうものとして認知されているんですかね。おみこし船。今更ですけど、コンデヤパタっていうとね、チョコボの不思議なダンジョン2とかでも、地名というか、料理の名前で確かありましたよね。コンデヤパタ。なんか喧嘩してるゴブリンのカップルを仲直りさせる料理とかでコンデヤパタっていうのをね、シェフ・ラトンベリさんが作ってた気がする。この先は通れねえど。あ、そう。しょうがないな。ここには、なんか書いてある。人の数を数えたものか。うん。神主、天満堀の克実によりて、天と火と木と地の祝福を授かり、聖地に旅立った者どもその数、99組。次が記念すべき100組目。まあ、由緒ある儀式なんでしょうけどね。こっち側まだ行ってないか。ん？あれは、黒魔兵。いつも売り物を持ってきてくれてありがとうだど。馴染んでる。お前、あ、ビビもびっくり。逃げた。待って。待てよ、ビビ。こんなところにまで黒魔兵が。待って。ビビ。どうしたん、ジタン。俺にも何が何やら、今ビビを追う。霧の大陸の外にまで黒魔兵がいるなんて、さっきの黒魔同士は、村の外を逃げていっちゃった。一体どっからやってきたんだ。まさかブラン女王の軍が、ここにまで派兵していたのか。お前たち黒魔族との知り合いどか。黒魔族？そうだど、黒魔族たちはよく南東の森から物を交換しに来るど。ほうほう。この辺りに住んでるってのか。しかも族ってことは何人も。そうだども、南東の森は崖をぐるーっと回り道して、東の方に入ってから入らねばなんねえど。結構確かにね、抜けてから歩かされましたけども。フクロウの住む森のフクロウも住まぬほど奥深くらしいど。よくわからんけども。まあそういうところに黒魔族住んでるようで。僕その南東の森に行ってみる価値はありそうですよね。だがもうついてきてくれる。何か手がかりが得られるかもしれないし、また新しい食べ物が食べられるならどこでもいいあるよ。うん、まあ焼き鳥とか作るの上手らしいからね。崖があるからぐるーっと東の方に行ってから入らねばならん。うん、まあ、ちょっと行きづらそうな場所ではありますけど、出発の前にちょっといろいろ買い物とかもできそうですし、やっときましょうかね。モーグリもいますし、モグモシン。日本人的な名前。お願い。鈴菜に手紙を渡してほしいクポ。いいよ。ありがとうクポ。手紙をまた複数預かってますかね。持ってってあげたいけども。フェニックスの羽。うん、売ればお金にはなるかな。いらっしゃいだど。ポーションとかフェニオを買い足せるけど、不足してるものは特にないかな。いや。この辺りってどうして霧が出てないんだ。霧って何度かうまいもんだどうか。霧は食えねえな、さすがに。ここは、あーリホ。山登るも谷を越えるも武器次第。勝手気など。武器を変えるんですね。戦闘用のナックルは誰も装備ができん。他にまだ持ってない装備品は、魔法の腕輪とやらがある。守備力はちょっと下がっちゃうみたいですけど、まあ、持っていない装備品なんで3つほど買いましょうか。ラミアのティアラとみこし担ぎ帽子。儀式やお祭りの時にかぶる帽子、うん、気合が入りそう。アダマンベストと魔術師の服もまあ2着ほど買っておきましょうかね。ぐらいでいいかな。また来ておくれだど。はいはい。この先は通れねえど。まだちょっと通れない場所がいくつかあるのは気になりますけどね。装備品を整えておきましょうか、今のうちにね。新しい帽子とかも買って、時短はみこし担ぎ帽子でカウンター覚えられるか。魔法の腕輪も買いましたけど、これは時短は装備できないやつ。うんうん。姫様は魔法の腕輪で混乱回避、覚えられますね。気力がちょっと下がっちゃいますけども、まあしょうがない。ラミアのティアラで、混乱回避とコンフィも覚えられますかね。ビビは、どうしようかな。気力が上がるんだったらな。帽子はこのまんまでもいいや。アビリティアクセサリーは変えようがないもんな。あとはクイナ。クイナも混乱回避覚えといてもらいましょうかね。アビリティもちょっとつけられそうなもんがあるかな。アビリティアップを姫様につけてあげたいのと、ビビは3あればオートポーションが覚えられるか。オートポーションセットしておくべきかな。追加効果発動があれば、杖で殴った時にね、状態異常付与できたりもしますけど、まあ基本魔法で戦うんであれば、ビビはまあ沈黙回避とかの方が大事かな。クイナは、MP10% アップ。ホワイトウィンドウの回復とかもね、なんて言うんでしょう、使う場面多そうですので、これちょっと一遍セーブしようかな。